本幹事長、ご紹介いただきありがとうございました。皆さん、こんにちは。私、この西区、西区、廿日市、大竹で活動しております。日本維新の会衆議院候補、金城正隆です。どうぞよろしくお願い申し上げます。広島県から変わる、日本を変える、この思いで私は改革に取り組んでまいります。そしてまずこの日本の経済の立て直し、国民の暮らしの改善にまずは取り組んでいきます。そして国民目線に立つと、やはり消費税をまず減税しましょう。そして手取り収入の下がっている現状、社会保険の減額に取り組んでまいります。そして下げる下げるだけではなくて、その原資がどこにあるのか、これはまず今の無駄な補助金をやめてしまい、そして一部の大企業だけが恩恵を受けている法人税の減税にメスを入れていきます。こういったところからまずはその原資を生み出していく、この取り組みを進めてまいります。そしてこの失われた30年と言われるこの日本、皆さんどうですか。今まで30年前仕事やってたのと今の30年何が変わりましたか。仕事の内容は何も変わっていないはずですけれども、どんどんと生活が苦しくなってきている。30年前の手取り収入と今の手取り収入、30年前よりも減っているんですよ。本当に皆さん、30年前の経済大国であった日本の時、本当に来年再来年そんな形で本当に苦しい時代が来ると思っていましたでしょうか。そしてこの30年にしてしまったのは誰なんでしょうか。それはこれまでの政権ではないでしょうか。ここは本当に改革を進めなければいけない、大改革を進めなければいけない、そう強く私は考えております。そして30年前笑顔も絶えなかった、そんな時代をもう一度取り戻す、一部の大企業だけではなくて全部日本国民皆さんが豊かになる、まずこの取り組みが私は一番大事だと考えております。海外への支援も大事かもしれないけれども、今やらなければいけないのはこの日本を守っていくこと、そうじゃないですか。皆さん、下げる下げるじゃ何も変わらないんです。今まで何度言いましたか。皆さん、経済対策とかもう真っ平じゃないですか。皆さん、今までの政権では変わらなかったんです。だからこそ今回本当に皆さんが一人一人の気持ちが必要になります。そうしなければこの選挙変わりません。そして2つ目です。これはこの国の土台となる子どもたちへの支援、投資、教育の無償化をはじめ教育改革に取り組んでまいります。今子どもたち貧困に迫っています。9人に1人が今1日に1食しか子どもたちに食事にありつけていない、こんな現実が本当にあるんです。30年前皆さん、本当にこんな子どもたちいるのかと思ってませんでしたか。本当になかなか一般で普段生活している中ではなかなか見えない部分ですが、子どもたちは今そんな窮地に立たされている。そして今ヤングケアラーと言われている子どもたち、自分たちのもう遊ぶ時間、勉強する時間もなく、いろんな介護を迫られている、自分一人で悩んでしまっている、こんな子どもたちが今たくさん増えている。何としてもこの子どもたちに希望を与えなければいけない。そして日本は日本人、子どもたちを守っていく、そしてこの子どもたちがこれから私たち現役世代を助けてくれるんです。何としてもこの子どもたちに未来を与える、夢
夢と希望を与えるこの取り組みを私が進めてまいります。そして3つ目はこの広島県西日本最大の都市となっている地方改革に取り組んでまいります。今東京一極集中になっています。そしてどんどんと広島県から転出者が増え続け、どんどん東京一極、どんどん地方を衰退していく、これ日本全国の問題です。ここに私は終止符を打ちたい。これだけ広島県魅力のある街です。世界遺産もある、いろんなイベント会場もある、知恵を絞ればいろんなことができます。こういう取り組みを私は一つずつ今困っていること、広島県過疎化の問題もある、そして子どもたち若者離れもある、そしてさらには農地農業の問題、こういう特有の問題がある、こういったことを一つ一つアプローチしていき変えてまいります。広島県が西日本最大の都市となるべく私は改革に取り組んでまいります。どうか皆様お力をお貸しください。本当に今回の衆議院選挙、お一人お一人の気持ちがなければ変わりません。そうだ、今のままです。そうです。そして皆さん、今のまま与党が進んでいくと何が起こるか、これは大増税が待ち受けているんです。そうだ、今変えなければ本当に変わらない。そうだ、皆さん本当にお一人お一人今回投票所にまず行ってください。そしてこの国を見直し変えていきましょう。今なら必ずこの日本は立ち直ることができる、私は強くそう考えております。大変大きなお世話で失礼いたしました。ただいま日本維新の会馬場代表がお越しいただきましたのでマイクを変えさせていただきます。皆さんご清聴ありがとうございました。よし、私から行きませんか。